ですね、6月2日に、ホビージャパンさんが、なんと50周年を迎えまして、半世紀祭りというイベントをやりまして、その時に、僕たち吉本プラモデルも出演させてもらうということで、皆さんホビージャパンの編集部の中を見てみたいなと思っている方も多いかと思いますので、今回は、ホビージャパンの編集部の方にお邪魔してみたいと思います。そして案内してくれる方はこちらでございます。ホビージャパン編集長の木村さんです。よろしくお願いします。これで50周年そうですね、そうですよね、はい、なんですけれども編集部の中に、うん、その、まあ、部外者といいますか、来たこととかって結構あるんですか？いや、ほとんどないですよ。ないですよね。うちの YouTube 番組で、はい、ちょっとインタビューとかありましたけど、はい、編集部、撮影室だけで編集部あんまりないんじゃない？そうですね。だからね、やっぱりホビージャパンの読者さんとかも、どういうところでホビージャパンができてるのかとかって気になるかと思いますので、うん、今日はぜひご案内をよろしくお願いいたします。編集部なんて汚いところなんですね。そういうところが見たいです。よろしくお願いします。さあ、木村さん、この入り口のところからいきなりね、どでかい戦車ありますけど、はい、キングタイガー。ありますね、そうですね、はい、はい、金属ですね、これ金属ですよね、これ売り物なんですよね。これ売り物です。ここに値段書いてありますけど、はいはいはい、いくらですか？1、10、100、1000円、はい、10万190円。そうですよ。あとまあこうやってホビージャパンさんのね、その棚がありますよ。そうですね、はい、ね、こちらはまあ最新のものとか、そういったものを。これね、通関500個の時に、はい、バンダイさんに特製で作っていただいた感じ。わ、すごいキラキラ。これメッキですか？そうですね、メッキコーティングされてる。メッキコーティングされてる、わあ、本当だ、はい、あ、すごい、はい、まず入りまして、まあエレベーターなどございますが、あ、看板がありますね、はい、はい、まあ、ここでみんな受付でこう電話をいただいて、はいはい、そうですね。でここ右曲がったところで前に一度ホビージャパンさんの取材を我々受けたことがあると思うんですけど、そっちも行ってみていいですか？いいですよ、じゃあご案内しましょう。はい、はい、あー、すごい綺麗な、はい、ところですね、ラウンジ、はい、これもともとは社員のレクリエーションルームなんですよ。あ、そうなんですか。みんな結局撮影とかに使っちゃったりとか、はい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 、編集会議たまにここでこうやってお菓子食べながら、なるほど、したりとかしますね。うわ、綺麗ですもんね、これ。会議しても会議っぽくないじゃないですか。はい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 、こう企画を練るときにこういうとこで、いや、おしゃれ、これおしゃれ、あ、バルキリーあるじゃないですか。あれね、記事企画でうちの編集者が作って、あ、なるほど、こういうね、いろんなものが、はい、はい、これもうちの編集者が作ったもんですよ、全部。あ、そうなんですね。みんなね、邪魔だからここに置いちゃうっていう。これはブラキオ。そういうのいっぱいあるんですよ。さあ、木村さん、はい、こちらの部屋は何でしょう？はい、これですね、はい、ちょっと工作室と言いましてですね。え、ラウンジの横に工作室がついてるんですか？うん、これ、実はそもそもが、はい、うちの社員が家で作れない人たちが模型を作りましょう、ここで、はいはいはい、ってことで作ったんですね。あ、そうなんですか。だから休憩時間のお昼休みとか、はい、仕事が終わってタイムカード切っても仕事じゃないですよって時にこう来て作ったりとかたまにしてますね。はあ、なるほど。僕らはでも、はい、ハウトゥーで、はい、ここでハウトゥー撮影なんかしたり、あ、ここなんですか。うん、あ、なるほど。ほとんどここじゃないかな。あ、ここでなんですか。これメーカーに結構メーカーさんに協力いただいて、こういう棚とかもね、はい、おお、いただいたり、こういうね、棚に、うん、このあとハウトゥーとかで乗る予定のやつとかが、そうですね、が、あ、だからすぐにパッて閉めたりするんですか。そうです。あんまりはっきりは見せれないやつなのかな。 3D プリンターも実は、おお、 3D プリンターまで。これはね、うちのフィギュアの商品チームが使ったりとか、はい、うちでもホビジャパンでもたまにこうパーツをプリンターで出したりとかしますね。なるほど、はい、わあ、すごいね。で、積みも結構ありますね。はい、いろいろ、これもほとんど趣味ですね。はい、あ、ホビージャパンの編集者の方々の趣味のプラモが、はい、こういったやつですね。作ったやつ勝手にパパママ置いて、あ、あ、こう飾れるんですか。勝手にみんな置いてくっていうね。
多分どの、ね、会社の棚よりもレベルの高いそうですね、このマシネとかうちの編集者ですからね。うわ、すっげー。そういう意味では結構やっぱりあ、これマシネ担当なんですよね。あー、そうなんですね。マシネ塗れるんですよ。はいはいはい、はい、はい、一応ね、セキュリティちゃんとしてるので。あ、すいません、じゃあおさちゃん行っちゃってください。失礼します。いや、行きますぐらい言ってよ。うわー、すごい。いや、広い。はい、広いですね。すごいですね。あ、さすが、棚にプラモが。普通の会社と違うところですよね。ですね、この辺はね、プラモ普通ないですから。うちの営業の課題がいますよ。あ、すいません。あ、すいません、お世話になっております。金井さんは何をされてる方なんですか？ホビージャパンの販売のサポートとか、はい、書店様に、はい、売り込んだりとか、そういうところです。なるほど。今日は今何をされてるところですか？今日はですね、はい、ちょっとホビージャパンエクストラ、お、新しく発売になります。今日発売なんですけど、はい、発売前にアマゾンで売り切っちゃった。もう予約だけで。予約だけ出てきちゃった。あ、すごい。なんと来週ですね、電子版が。ほう、そう、20日にね、電子版出ます。あ、そうなんですね。なるほど、20日に、うん、それの打ち合わせという、はい、なるほど。じゃあこれはまあ、表はこれ見せちゃっても大丈夫なんですかね？大丈夫、大丈夫、はい、はい、なるほど。中は見せられない、まだ見せられない。あとで見せますよ。え、本当ですか？いいんですか？今日発売だからね。はい、あ、すごい。はい、こういうところで。Amazonで買えない方もぜひ電子版で、はい、はい、お願いします。これね、これで大爆笑です。これが大爆笑級です。はい、金井さんでございます。さあ、そして皆さん、めっちゃみんな仕事してるふりしてます。はい、あの、交流明けなんでこんな仕事しないですよ。え、普段こんな感じじゃないんですか？いや、交流の時はもうこれよりももっと殺伐としてます。あー、あー、なるほど。なんだけど、今日はね、ちょっと笑顔がね、そうですね、そんなになんかイメージしてたあの修羅場感とかではない。修羅場もうくぐりましたからね。あ、くぐった感じで。昨日までの地獄、はい、今解放されて。あ、やっと。そうなんですね。ここで、はい、本が作られているわけです、ね、ですね。そうですね。はいはい、こちらの棚は、これ僕の棚です。ああ、そうなんですね、はい、僕の仕事の、はいはいはい、木村さんの好きなやつがこの辺のところなんですね。はい、もう僕の作った作例の、お、あ、これメカニクスで、はいはいはい、これあの今日発売のエクストラに載ってます。あ、はい、これはこれね、ガシャプラザックですね、のやつですか？うん、あ、すげえ、すごいな。いいいい、ね、え、やっぱ編集長もね、やっぱすごい人なんですよ。さすが編集長。全員作りますんでね、模型で。やっぱそうですよね。はい、やっぱ皆さん、その模型が好きで入られる方がほとんどですか？多いですね、やっぱり。はい、でも自分でもプライベート含めて作りますし。はい、はい、スーパーミニプラのイデオン。はい、ね、スーパーミニプラ大全ってね、はい、作ったので。はい、それをです、ね、なるほど。これ、ね、スーパーミルクいっぱいいますけど、ね、あ、いいですね、はい、あ、鉄人とかもありますね。そうなんですね、はい、でも仕事で、はい、はい、撮影用ですね。なるほど。で、はい、これが木村さんのデスクですか？あ、そうそう、僕のデスクです、ね、はい、編集長、はい、はい、編集長のデスクです。今読んでるこれ、いぶきです。あー、いぶき、はいね、今何かといろいろ話題の話題のいぶきですよね。はい、自衛隊好きなんでね。はい、いいですよね。僕も今、ネットフリで、あのジパング見てて、あ、いいですね、いいですよね、うん、いや、自衛隊の船とか作りたくなりますよね、ああいうの見てると。あとね、これ宣伝したら、はい、ああ、そうですね、九州の方とかでもありますよね。そうです、福岡でやるんですけど。あ、そうですよね、僕ね、ホビージャパン協力したんですよ。ああ、そうなんですね、うん、あの美術館から、あの学園の方からご連絡いただいて、はい、いろんな写真出したりとか、はい、はい、しました、ご提供しました。なるほど、うん、はい、これで、そのね、福岡の、模型店さんとかが、いろいろ作品を展示に出すとか言って、で、僕も協力してって言われてるんで、2件ぐらい出そうと思っております、はい、あの取材に行きますね。はい、あの、さっき言ってたこのエクストラです、はい、あ、エクストラ、はい、あ、20日から電車配信もされますんで、はい、今回ね、FA があるんですよ、フレームミュージック、フレームアームズがあるタイプで、はい、おー、言うともう、それともう半分以上ですよ。すごいですよね、もう、はい、で、ここまで、あ、実際100ページちょっと前にもう70ページ近く、ああ、もうそんなにフレームアームズだけでそこまで、うん、ここまで構成され
うおー、はい、すごい。これはもうね、フレームアームズ好きの人はもうぜひですね、やっぱり世間的にもフレームアームズってすごい、もうあれですね、市場が拡張されましたよね。もう棚がね、ちゃんとこうしっかりあるぐらい、そうですね、市場ができてるっていうかね、一ジャンルになっちゃいましたよね。ガンダムコーナーがあればこれのコーナーがあるみたいな、そうそうそう、いわゆる美少女プラモで、キャラクター、ガールズキャラクタープラモっていうのがもう、はい、市場としてできちゃった。そうですね、はい、フレームアームズガールが確立したっていう感じはありますよね。そうそうそう。で、結構この辺のところはタッパーとかそれ系に入ってますが、すね、これは、ね、これ模型サクレなんですけど、あ、サクレなんですか。こういうね、100円ショップなんかで売ってるね、はい、これはタッパーなんか入れてるんです、こうやって。へぇー、はい、運びも便利ですしね、はい、保管も大丈夫で、こういう風に作品なんか入れてバカリにしてですね、はい、なんかね、すごい親近感があります、うん、みんなね、はい、なんかすごい特別なものとかで、やっぱりすごい作例が保管されてるのかなと思ったら、うん、うちと一緒だもん。いやいやいや、そう、うちのこんな感じですよ。こんな感じで並んでます。あ、しまい方はうちと一緒なんですね。みんなと一緒だ。はい、はい、さすがに僕のしまい方してるやつはないですね。え、どんなしまい方してる？僕クリアファイルにそのままプラも挟んでぐるぐるテープで巻いて送ったら、まあまあ動かなければね、はい、うん。お、木村さん、こちらはこれね、撮影スタジオ。はい、あらー、ここで、おお、ほとんどの作例の撮影を、はい、ここでしてます。なるほど。はい、あ、こんな感じで。撮影がね、4台ですね。はい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 。いや、撮影とかってどうやったらうまく撮れるんですかみたいな、そういうようなね、質問とかうちのチャンネルとかでも結構来るんですよ、ね、ほら、こういう風にやってるんですよ、プロの人たちは。そうですよね。上からライトがこうあって、そうですね、これが、まあ、タングステンライトで、はい、これで強力に当てつつ、はい、左右からも当てて、ディフューザーで光をちょっと柔らかくして、ディフューザーでね、はい、これまだバック紙敷いてないんですけど、はい、実際はそのロールバーからこうバック紙をこう、紙のロールあるんですよ、後ろの線とかが出ないように。そうそうそう、バックショップを置いて、はい、撮影してます。なるほど、この上の紙、はい、そうです、そうです、はい、ロール紙、まあ、大きなものから、まあ、こういう細かい小さなものだとか、やっぱり白黒系を使うことが多いですか？そうですね、特にここ最近は白黒とかグレー多いですね。やっぱり色をつくと色移りするんですよね、白いものが。で、特に女の子フィギュアとかだと、はい、今最近ね、そういったフレームアームズガールとかありますけど、はい、そういうのを例えばこんなブルーとかで撮っちゃうと肌色が色移りするんですよ。なるほど、顔色悪くなっちゃうんですね。そうそうそう、肌色悪くなるんですね、はいはいはい、だからそういう時には、はい、僕たちはもうちょっとこう白っぽいもの、まあ、フィギュアなんかよくね、肌色なんてこういう、あ、ピンク系とか、ね、ピンク系でこう撮ったりとか、ピンク系の、あ、こういう色とかにすると、はい、まあちょっと色移りしたとしても、うん、まあ、血色のいい感じに、はい、取れますね。なるほど、ブルー系はあんまり使わない方がいいと。そうですね、ガンダムなんか宇宙のイメージでこうブルーとか使ったりとか、はい、宇宙戦艦ヤマトなんか多分僕は宇宙をイメージするんでこういうの取ったりとかします。で、これ紙で取るんだけど、紙敷いてそれでも指示するんですね。例えばなんですけど、下の方は暗めにして上目明るくしてくれとか、うん、と濃淡つくじゃないですか、はい、と重量感が出たりする、下の方が暗くなると。なるほど、うん、あ、そういう風なことなんですね。こともします。はい、これがホビージャパンの撮影スタジオでございます。はい、なんかこちらこれは何でしょう？え、引っ越しですか？サクレード倉庫なんですけど。ああ、サクレード倉庫なんですか？シャットとかもあったりとかね。ああ、はいはいはい、はい、サンプル、撮影サンプルあったりとかね。はいはいはい、サクレードがちょっとこうぎゅうぎゅうにね。そうなんですよ、はい、すごく、まあ、先月号とか載ったやつとかね。あー、なるほど、あ、兄さんの、そう、こういう風に置いたり、はいはいはい、量は多いですけど、でもちゃんと整理整頓されてる感はありますね、うん、一応そうですね、はい、本当ですか？しっかりと置いてるんですけど、ね、下出るのやつとかってこれ、ここで、ここで、ここで合ってます？で、それ、そこ置き場じゃないんですか？ここじゃないはずなんですよ。絶対違いますよね。まあ、こういうね、ありますよね、こういうのね。そうですね、うん、わあ、でも誰だこのファーレフォン置いたのは。なんでこんなに置いたんだ。やっぱり編集長にね、怒られちゃうわけですよね。わあ、これでっかい段ボールなんか、これも全部そうですか？バンダイさんからいただいたサンプルで、これから作例に使うので、はい、あ、なるほど、こう
保管してる、まあ、これランナーショットですけどね、はい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 、あ、こういう感じで送られてくるんですか。そうです、まあ、これなんかも完全にサンプルなんですけど、はい、これから作例で使うために取り置きさせてもらってる、ね、これはもう製品になっているものの場合はこうやって箱なんですが、はい、製品にまだなっていないものとかがこうやって袋で、へえ、これはこの昔のそうです、ね、ホビージャパン、ホビージャパン全部あります、へえ、はい、全部あるんですか。全部ありますね。わあ、すげえ、わあ、すげえ。この創刊号、ちょっと創刊号とかって見たりとかってできます？いいです。第1号ですよね。あ、大丈夫、今ないのかな。あ、第1号は何か、うわー、大丈夫ですか。うわー、これどんな、全国の古本屋回ってももう手に入んないですよね。そうですよね、手に入るんですよね。定価200円です、これガンダムがやり始めた頃、やり始めた頃、初めの頃の、あ、そうですね、80年にガンプラ出ましたもんね。うわ、ちょっと中とかって見れます？すごい、博物館級、SF 特集で、うわ、これフルスクラッチですね。これ川口名人作ったやつ。すげえ、フルスクラッチ、これまだガンプラは出てない頃ですか。あ、それでガンプラが、ガンダムが出て、はい、あとは全部スクラッチです。すごく、ゲルググがまあ出る前にっていうことですよね。そうですね。うわ、もうほとんどモノクロっていうね、はい、生地が、うわ、こういう、あ、やっぱ川口さんです。あ、川田になってますね。誤植してますね。あ、本当ですね。本当です。あれ、これレアですね。川田さん別の方ですか、これは。これね、名人のはずなんですけど。川口名人の。今度はあのお会いしたら言ってみてください。はい、川田さんですよね。100分の1、ゲルググ。って言いながら、ザク。ザク、これいろいろ間違えてますよね。そうそうそう、いろいろこう、どこどっから突っ込んでいいかよくわかんない。なるほど、うん、いや、これこうやって見るだけでその都市に何があったかとかわかりますよね。あ、そうだ、これゼータガンダムの、あの、うん、映画やってた時やとか、結果ホビージャパンって基本的にはその時代の、その時代時代の、まあ、流行りとか、はい、ムーブメントっていうのを、あの、まあ、具現化してこう特集してるんですね。そうですよね。で、今日本中でもう誰もが知ってる、あの、スーパーモデラーとなったプロモデラーの方々の初期の作品とかもね、よくありますよね。あ、ここで賞を取ってこっから出始めたよねみたいな。オラザクで大賞を取ってこうプロデビューするとか。はい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 、はい、編集部のメンバーを、はい、どなたか紹介していただけますか。3人です。はい、編集長、4月から入りましたですね、はい、新人さん3人、これから、ホビージャパンを背負って立つことになるであろう、そうですね、もしくは、6月7月ぐらいにはもう辞めてるであろう。じゃあ6月7月にもう1人前になったら、ああ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ自己紹介お願いします、はい、この度編集部に入りましたワンと申します。あ、よろしくお願いします。まあ、毎日あの慣れない仕事にちょっと悪戦苦闘しております。精一杯頑張っていきたいと思います、はい、そうですね、そうですね、うん、ね、はい、初めての交流、はい、プラも大好きぐらいの感じ で、 そう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 、プラは好きです。あ、ちなみに、あの、なんか好きなモビルスーツとかありますか。はい、あ、好きなモビルスーツは、あの、バンシー、ユニコーンガンダムバンシーが一番好きで、なるほど、若いですね、若いですね、ゲームでよく、あの、使ってます。かっこいいですよね、ユニコーン。はい、頑張ってください。はい、新人の遠藤と申します。遠藤さん、一番好きな、まあ、特撮の分野が一番好きで、ちょっとこの分野には疎いんで、はい、ちょっとそれを今から勉強していきたいなって思っています、はい、特撮一番好きなのは何ですか。今ですね、まあ、クーガですかね、仮面ライダークーガが。ああ、仮面ライダー、あ、ウルトラマンガイアが好きです。はい、あ、なるほど、じゃあその辺の分野でこれから活躍されていくわけですね。まあ、でもちょっと他も頑張っていきたいですね。ああ、いろんなところで。それだけだとちょっと狭いんで、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。お願いします。ね、皆さん結構ね、真面目な感じで、はい、新入社員の宮里と申します。はい、はい、20年ぐらいもうこのホビージャパンという雑誌読んでたので、はい、そこに入ればもうすごく夢のような。ホビージャパンファンからの編集者、はい、これはもう夢ですよね。夢叶いましたね、はい、いや、もうちょっと実感がまだちょっと湧いてないところもあるんですけど、夢から、ね、これから悪夢かって、はい、こんなはずじゃないから頑張っていく、ね、今のところどうですか、入ってみてどうです
か。夢崩れてないですか。大丈夫です。はい、こんなガンプラずっといじれるしね。ですよね。発売されてないガンプラいじりまくりですよ。そうですよね。そんな最高なことない。しかも下でもう会社の下のところのね、はい、あそこのところでやれるっていう、はい、あ、いいですね。頑張ってください。宇宙船編集長。宇宙船編集長、はい、あの日本の最高の特撮誌、はい、特撮誌宇宙船の編集長、はいはい、こちらです。ああ反対。はい、はいはい、こちらでございます。あ、何か告知等ございましたら。告知ですか。はい、最新号が7月1日発売になります。よろしくお願いします。はい、宇宙船のね、編集長、声のちっちゃい方でした。はい、そんな感じで、ホビージャパンさんの編集部内、いろいろ見させていただきました。ありがとうございました。楽しかったですか。面白かったですか。めちゃめちゃ楽しかったですし、勉強にもなりましたし。本当ですか。ね、ああいうところでやってたんだね。じゃあ最後に、あの6月2日のイベントの方の告知をもう一度お願いします。はい、6月2日日曜日にですね、2会場でやるんですけども、はい、UDX 秋葉原と秋葉原ベルサールの2会場で、ホビージャパン半世紀祭りというイベント、これ入場無料なんですけども、はい、イベントを行います。50周年イベントでございます、はい、これはもう全社なんでホビージャパンの全部の全ての部署が出るんですけども、はい、その中でも月刊ホビージャパン編集部は、ベルサールの方で、はい、行いまして、はい、ホビージャパンの作例展示とかですね、はい、あとうちの、ホビージャパンが誇るレジェンドモデラーたち の、 あの作品と、まあ、ゲストでたくさんそのモデラーさん来ます、はい、それと、まあ、表紙撮影体験コーナーっていうですね、模型持ってきてくれれば、はい、うちのプロの編集者とカメラマンと表紙を作ってるデザイナーが表紙作ってくれます、うん、表紙っぽく写真撮ってもらえるんですか。うわー、はい、すごい。もちろん無料です。しかもカメラマンも全員がうちの表紙を売ってるメンバーなので、本物が本物をやる、いやこれは楽しみですね。多分ない体験だと思います。自分の作品持っていきたいですよね。うん、と思います。でレジェンドたちの作品も本物がそこに、うん、本物置いてあります。マックス渡辺さんとかですね、あの山田拓司さん、京慶の野本健一さんもそうなんですけども、あとはうちの今のニュージェネレーションといわれる若いモデラーですね、はいはいはい、瀬名助さん、ああ瀬名助さん、浦原さんとかですね、コボパンダさんと、はい、あと清田マスオさん、はいはいはい、がお見えになりますので、ご本人いますんで、あ、ご本人いらっしゃるんですね。作品と一緒にこうお話もできると思うんで、はい、ぜひ、はい、お越しくださば、あとね、はい、僕たちのトークイベントもステージもやらせていただきます。吉本プラモデル部も参加させてもらいますんで、また大喜利で行きたいなと思いますけど、むちゃぶり多いんだよな、黒さん。大喜利のネタについては皆様 LINE でお知らせいただきます。怖えな。でも絶対楽しくなりますんで、はいはい、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。それではチャンネル登録よろしくお願いします。アムロも行きます。アムロ行きます。振らないと言ってくんないんだよな。